KPC Channel PDCA School。 どうも皆さんこんにちは。高専プロモーションチャンネル谷にでございます。日頃から動画をご覧になってくださってありがとうございます。定期的に視聴いただいている皆さんは、たくさんの情報をですね、様々な角度から高専を 見てくださっているということにつながっていますので、やはりですね、高専に関するリテラシーが高まっていますね。継続してご視聴くださり本当にありがとうございます。御礼申し上げます。じゃあ今回の動画はですね、どんなテーマかというと、タイトル通りなんですけど、その前にですね、ちょっと前座としてお話ししておきたいことがありまして、高専5年生ですね、本科最終学年の5年生になって卒業する際にどんな進路があったかというと、大きく分けて3つ、細かく分けると4つなんですけど、まず1つ目がですね、進学で大学の3年次3年生に編入するという、進路がありました。そして2つ目が高専の、校内の中にある専攻科ですね、本科に対する専攻科、大学3年生4年生にあたる、教育機関ですね、そこに進学するというのが2つ目、1つ目が大学3年次に編入するという進学、そして2つ目が高専の専攻科というところですね、大学3、4年にあたる、教育機関に進学するというのが2つ目、そして3つ目が就職、そしてごく一部の人ですけど、学生の間にノウハウだったりスキル、を、実践として積んでいる学生さんだったり、親御さんのビジネスだったり事業を、後継ぎとしてそのまま高専卒業後について起業なさったり、後継ぎとして、そこで就職みたいな形を取る、そういった学生さんもごく一部ですが、4つ目のパターンとしてありますね。多くの方が 1,2,3 パターン目だと思われるんですけど、ちょっとですね、こちらの図を、ご覧ください。こちらの図はですね、よく見る、その学年別のね、相関図なんですけど、やはりですね、冒頭に申し上げました通り、高専5年生最終学年からですね、この赤い矢印に沿って、進学をするということだと思うのですけど、大学3年生に編入することを大学3年次編入と言いますが、こちら実はですね、一部の、パターンですけど、単位数ですね、高専での認められている単位が編入先の大学で認められない場合だったり、転科したり、自分の専門とはちょっと違う学科にですね、進学したりする場合は、認められない単位が多くあった場合、3年生ではなく2年生に編入する形になっていたり、そもそも3年ではなく2年生に編入するという取り決めがある大学だったり、そういったものがあるので、実はね、この下のここの括弧に矢印が書いてありますけど、こちらのパターンもあるということもご存知ください。で、先ほど申し上げた2つ目のパターンとしてですね、専攻科に進学するというパターンもありますから、この図にちょっと付してますね。で、比較していただきたいのがですね、ここなんですね。高校から大学に進学するというこの下の方の赤い矢印と、高専5年生から大学3年次に編入するというこの米印2のマークのこの矢印、やはりですね、学費も科目もこちらですね、米印1の方が学費も多くかかるパターンが多いですし、受験科目も多いんですね。で、やはりですね、ここに関しては高専の大学編入3年次編入の方がメリットがとても大きいということなんですね。やはり専門が絞れているというところが大きいのではないでしょうか。で、よく言われているのがですね、高専5年生で行っていた卒研に関連するテーマに絞って研究室を逆算して、そこから大学を選ぶという形が多いですね。どういうことかと言いますと、この大学に行くぞというふうに、看板だけで決めるパターンはとても少なく、高専でこの研究をしていたから同じような研究をしている、そんな研究室がある大学はどこかなというふうに逆算して、そこから、この研究室がこの大学にあるから、これこの大学に進学しようかなというふうに決めることが多いですね。もしくは自分の興味のある研究から逆算して選ぶというパターンが多いです。そして先ほども少し申し上げましたけど、ここで転科するケースもあるんですね。例えば科学科だったけど情報系、科学と融合した、研究ができるような情報系の研究室に、移行したり転科したりするパターンもあったりします。で、今回の動画がですね、何人についてのお話かと言いますと、そう、旧帝国大学、旧帝大の、進学率ですね、昨年度、2020年度の全国の高専で、全国の高専において、進学志望の、方でですね、旧帝国大学、いわゆる旧帝大ですね、七帝大と呼ばれる、花形みたいな存在の大学ですね、その大学に進学した人が、全体の卒業生の1学年ですね、昨年度卒業なさった1学年の中で、どれくらいの方がその大学、七帝大に、編入、進学できたかの、パーセンテージっていうのを各大学で、ランキングで、上から10、10個の、高専をちょっと紹介していきたいなと思っております。で、今回最初ですね、旧帝大と呼ばれる、7つの大学があるんですけど、その旧帝大についてちょっとおさらいというかね、ご紹介したいと思います。旧帝国大学というと、北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学の7つの国立大学を指します。で、戦前に帝国大学として日本各地に設立された由緒ある学校なんですね。で、
旧帝国大学を略して旧帝大だったり、まあ、旧帝大が全てで7つあるので七帝大などの呼ばれ方をしていますね。まあ、旧帝大学の中の、ね、7つの大学出身ですというふうに、自己紹介するとやはり見栄えというかですね、まあ、映えますよねということで、これはね結構高校などでね男子諸君は、女の子に、ね、自信持ってバシッと出身大学が言えると好感度が高いかなと、思いますね、経験上で。メリットが3つありまして、旧帝大のメリット3つあります。1つ目がですね、やっぱり学部のレパートリーが多いのでやっぱり幅広い勉強ができるかなと思いますね。まあ、皆さんはもう工学部ということでね、なんて言うんだろう、専攻はもう定まってますけど、まあ、選択肢が広いということが一つ目のメリットで、二つ目のメリットがですね、研究の、設備の充実性ですかね。科研費といってですね、国が援助している研究費用もですね、やはり、ほとんどねトップを占めてますね。七帝大が、旧帝大がトップを占めてます。国からの研究費用の援助も、他の大学と比べてやっぱりですね潤沢なんですね。そして3つ目のメリットが横のつながりですね。七帝大でですね合同で体育大会が行われたりしているので、横のつながりですね、そこで交流ができたり、他の七帝大の学生と交流する機会もあるということで、人脈も広げやすいということもありますね。ということでですね、ちょっと本題にそろそろ入りたいと思いますが、旧帝大進学率ランキングということでこの動画のね本題なんですよ。どういうことかと言いますと、もう一回申し上げますと、昨年度の、各高専、各全国の高専の、卒業生数、卒業生を分母とした、旧帝大進学者数の比率をですね、全国の高専でそれぞれのねホームページに掲載されているデータをもとに、それぞれパーセンテージを出して、まあ、2020年度昨年度のデータで、ちょっとね、トップ10をちょっとご紹介したいと思います。まあ、要するにですね、全体の卒業生の中でどれだけの人が、昨年度旧帝大に旧帝国大学に進学しているかというのを、パーセンテージで、トップ10ご紹介したいと思います。それでは早速10位から全国の高専昨年度でどれだけの、卒業生の中で、どれだけのパーセンテージの人が、旧帝国大学に、進学できたのかということで10位から発表していこうと思います。まず10位がですね、米子高専で 3.2% ですね。 3.2%、まあ、大体100人いらっしゃったら3人程度、このぐらいの雰囲気なんですね。じゃあお次行きましょう。9位佐世保高専 3.7% ですね。こちらも100人いらっしゃったら4人ですね。じゃあ次行きましょう。第8位長野高専 3.8%、前の順位の佐世保高専と同じぐらいのパーセンテージです。じゃあお次行きます。7位ですかね、19、8、7、7位が群馬高専です。群馬高専 3.8%、 全体の 3.8% なので100人いらっしゃったら、まあ、4人弱、4人いるかいないか。じゃあお次行きましょう。19、8、7、6位、6位行きます。6位は、はい、呉高専 3.9% ということで、100人いらっしゃったら4人程度ということでございます。まあ、意外とですね、高専生優秀な方が多いといっても100人に3、4人と、トップ10でもそのぐらいの人数となっております。じゃあそれではお次いきましょう。19、8、7、6、5位、5位は豊田高専で 4.4% でございます。ここまでですね、ほぼほぼ 4% 前後を横ばいになっている状態なんですね。じゃあお次いきましょう。第4位は大阪府大高専です。大阪府大高専、ここで公立の高専が、食い込みましたね。これはですね、まあ、ほぼ一緒ですよね。4.7%、 1% 増えたぐらいですね、これまでの高専と。じゃあトップ3ですね、トップ3発表していこうと思います。第3位は昨年度卒業生数のうち旧帝大進学者数のパーセンテージどれぐらいの比率かというランキングでございます。第3位は鈴鹿高専で 5% なんですね。 5% です。まあ、100人いらっしゃったら5人ですね。ほぼほぼ変わらないんですね、ここまでの高専で比率は。だいたい 3% から 5% となっております。じゃあ第2位発表したいと思います。第2位は久留米高専で 6.2% ですね。 6.2% でございます。まあ、最初の10位の米子高専と比べましたら、比率としてはだいたい2倍となっておりますね。 3% と 6% です。6% といえば、まあ100人のうち6人の割合で進学なさっているということでございます。じゃあ1位、これね、1位が飛び抜けてるんですよ実は。1位が明石高専で18.3% なんですよね。 18.3% ってすごい比率なの分かりますでしょうか。高校から進学するとですね、かなりのエネルギーと時間と準備のね、まあ、そのコストがかかる、大学受験に、まあ、と言われますけど、まあ、そのね、栄えある旧帝大への進学編入がですね 18.3%、 全卒業数のうち 18.3% の学生さんが旧帝大に編入進学しているということで、 18.3% は凄まじいですよ。一つだけ頭ね、何個分か浮き出てる状態ですよね、突き抜けてますね明石高専。というのもですね、僕の母校徳山高専ですね、徳山高専ランクインしてなくて残念なんですけど、徳山高専ですね、まあ、お世話になっていた教員の方がですね、人事交流で明石高専にですね出向に行っていた時があったらしいんですね。で、明石高専で一時的に、英語の先生としてね、指導なさっていたらしいんですけど、やっぱりですね、雰囲気が違うとのことですね。どの代もとは
おっしゃりませんでしたけど、やはりですね、意識の高い代だったりレベルの高いその学年にで教えていた時はですね、やっぱり休み時間もですね、積極的に机に座ってですね、勉強している学生だったりで、そもそも休み時間の過ごし方が全然違ったらしいですね。くだらない話だったりもね、楽しくて重要だと思うんですけど、まあ、そういう話がね、あまり聞こえて、まあ、来なく、どんどん勉強に関することをね、やっていて、明らかに自分が勤めていた高専とはレベルが違ったというか、雰囲気からは全く違うということはお話聞きましたね。それほどこの、明石高専は何て言うんでしょうね、進学率が高いところに直結しているのかなと、データから分かるということでね、これはね、昨年度 のデータですから、まあ、来年度もですね、調べて一回まとめ直して、まあ、どれぐらいね、2位より、ね、2位、3位、4位、5位が入れ替わるかどうかっていうのもちょっと比較してみたいですね。はい、ということで今回ですね、昨年度の卒業生数に対して、卒業生全体に対する旧帝大進学者数の割合のランキングということで、調べてみてまとめさせていただきました。どうだったでしょうか。まあね、旧帝大目指している方、旧帝大というね、なんて言うんでしょうね、ブランドが欲しい方だったり、まあ、旧帝大の中に自分のね、入りたいなと思っている研究室があったり、そういった方はですね、明石高専目指されると、まあ、そのいろんな人が、ね、割合としてはその進学なさる方が多いということで、まあ、やっぱりノウハウが溜まっていたり環境は揃っていると思うので、ぜひね、明石高専がおすすめと、頭2つ3つ突き抜けて、旧帝大への進学率が高いということでデータから分かりましたのでお伝えしたいと思いました。それではですね、今回本題終わりましたので動画閉じさせていただきます。この動画は高専生高専受験のための学習塾 PDCA スクールと、高専生高専受験のための YouTube チャンネル高専プロモーションチャンネルの提供でお送りしました。それではまた違う動画だったり生放送でお会いしましょう。締めさせていただきます。あなたの選択肢に高専を。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.